ですね、今ちょっとコメントちらっと見てると、なんかちょピリピリしなかったかい、リキちゃんっていうふうに言われてるんですけども、これ言うの恥ずかしいんですけども、私も配信始めてもう2年以上じゃないですか。そのいわゆるね、なんかそのコメント欄とのプロレスみたいなものについて多少なんかちょっと関心が芽生えてきてはいるんですけれどもね、めちゃくちゃ遅れを取ってるから他の配信者さんみたいになんかねうまくできてないというか、ね、なんかね、あ、これはちょっとなんかちょっとコメント欄と、いやいやおいね、拗ねてねえよ、あーもう拗ねてねえって言ってんのになーとかね、こういうのね、いわゆるね、トムとジェリー的なこういうね、なんかね、なんかじゃれ合いっこやろうと思ったら、あれなんかリキちゃんもう拗ねないでピリピリしないでってなんかね、なだめられちゃってしまったしまった、やっぱり最初期になんかなんか尖り謎めいた男で出てこなきゃよかったって今思ってるっていう今の話は秒数指定しなくていいです、ね、そうなんですよね、うん、いろんな路線考えてるっていう話なんだけどもね急にやるからみんなびっくりするよね、それはね、はい。